絵画骨董買取プロ秋華堂の江夏です。絵画骨董買取プロでは美術品の評価査定買取を行っております。はい、エミール・ガレーの作品ですね、ぜひ買取を強化しておりますのでお写真をお送りください。アール・ヌーボーの花ですね、はい、1878年パリ万博の頃からですね、大変このアール・ヌーボーの形式というのは、流行りでございまして、このアール・ヌーボーの広めた第一人者がこのエミール・ガレーでございます。そしてこの高島徳三との出会いが、アール・ヌーボーですね、はい、ジャポニズム、日本美術を研究して、ガレーの作品というのは開花していったということです。そのことがこの本ですね、廃棄されております。はい、はい、絵画骨董買取プロ秋華堂、はい、ライン査定はこちらです。まずはお電話でご一報いただけますでしょうか。